女一人人生初のフェリー乗り込み、人生初の九州の地を自分の車で一周してみよう旅。よかったら動画最後までご視聴いただけると嬉しいです。本日もお宿の方にですね、向かいたいと思います。ここから車で43分、まあ、だいたい1時間ぐらいと考えていただいて、その道中になんかテイクアウトできるお店があったら行きたい、寄ってテイクアウトして、でホテルで食べたいなと思います。およそ600メートル先、左方向です。
調べよう。多分これ使われてるって絶対車とかの撮影でなんかそういう空車にそういう道だよ。鹿児島ちょっと皆さん調べてください。鹿児島県スカイラインでちょっと調べてください。使われてるよ。だってこんだけ綺麗だもん。なんで横にこんななんかあんの？灯籠なのかな。でライトがなんでオレンジ黄色なの？なんとかの武家屋敷の感じなのかな。わあ。電気をつこうつけない。およそ400メートル先。
いお部屋です。鍵をここに入れる、ここでね消すこともできるんです。ここに入れると電気がつくしようになってます。でここにコードとかをかけられて、スリッパを置いて鍵を置いて、でここがお風呂ですね。ライトオープン。おー綺麗。電気はどこ、電気はここか。お風呂、おシャワーで、シャンプーとリンスインでボディーソープ、お湯と水、髪留め禁止、照明があって、メモ帳があって、シャイベッドだぜ、イエーイ。でエアコンがある。こんな感じのお部屋です。はい、なんかみんないい感じに等間隔に開けて車を止めてますね。まあ寒いから冷やさないけど、衣装ローラーゴミ箱があって十分ですね。はい、こんな感じです。はい、と、お礼でございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。ただいまの時刻がですね、1月1日の22時27分になります。池田港行ってから、その次のね、RV パークまで行くのにちょっと距離があって、で、大晦日の時に、ね、結構先の RV パークを予約してしまって、ちょっとこう、そこまで行くまでに山の中をね、通らなきゃいけなかったり、や大晦日であのもうお店がね、あの年末年始やってなかったりで、お風呂が入れなかったりっていう経験を踏まえて、もう山を通るみたいな道は通らないで、1時間ぐらいで行けるあのホテルに予約をしました。あとコインランドリーがあったんで、溜まってた洗濯物を1回洗濯しました。100円玉がなかったんで、入り口の自販機でこのまま飲んじゃったんですけど、オンラインシールを買ってきました。100円玉で帰ってきちゃって、で乾燥がね、足らなかったんで、追い乾燥をするために、500円を崩すために、またもう一本、あの、ジュース、この粒たっぷり贅沢みかんを買いました。大晦日の今日、晩ご飯をですね、あの、池田港を過ぎてから、あの、まあ、テイクアウトできたらよかったなと思ったんですよ。よくよくね、調べたら、途中にあったん、まあ、営業してるかどうかわかんないんですけども、お店はあったんだけど、その道じゃない道を通ってたんで、何がね、鹿児島がね、あの、有名かどうかまではちょっと調べてなくて、あの、コインランドリー待ってる間に調べてて、ずっと、鶏肉がなんか新鮮なんだと思って、でも鶏肉の刺身が食べれるらしいので、それをね、鶏肉の刺身食べたことないなと思って、鶏肉はね、火を通さないとやばい。イメージがあるので、それをね食べたいっていうのと、あと黒豚を食べたいなと思っております。その辺はね明日回れたらいいなって思ってるんですけども、ちょっと気づくのが遅かったんですよね。ちょっと調べるのが間に合わなくて、マジ昨日眠すぎて、そもそも昨日5、6時間走ったじゃないですか、車で。それが多分ちょっとあの失敗だったなと思って、距離稼がなきゃと思って、ちょっと先のね、RV パークまで行ってしまったんですけど、結局ね、営業してないし、もうちょっと手前で泊まっとけばよかったなっていう気もしました。まあ、そうするとね、鶴がどんどん遅くなっていってはしまうんですけども。今日食べるもの、あの、皆さん覚えてますでしょうか？私はすっかり忘れてて、今日ホテルに着いてから何食べようと思った時に、あ、そうだ、あったじゃんと思って、これ、あの、初日、フェリー降りた時ですね。これ買ったの覚えてます？あの、キャラメルポップコーン買ったとこですよ。あ、キャラメルポップコーンはもう食べきりました。見たことないパッケージだなと思って、で、この、キンちゃんラーメンの鶏塩ってやつを、そういえば買ってたなぁと思いまして、でこれはね、まあ、鹿児島っていうか、まあ、九州限定かどうかはちょっとまあ、調べてか言われた話なんだけど、これを晩ご飯にしたいと思います。お湯沸かせられるしね、ホテルだから。お湯沸かす、あの、なんだっけ、ティファール。ティファールはメーカー名。なんていうの？お湯沸かすやつ。これ。
湯沸かしてこう、それがね、あれば車中泊でもあのカップラーメンを食べることができたんですけど、それがね、もう家出る時に邪魔なら荷物が多くてだと思って持ってこなかったんで、入ってたものは、金ちゃん特製スープ、こちら金ちゃん辛く麺、結構麺ぎっしり入ってるね。これはなんか跡とかないとか、特に徳島製製粉株式会社、徳島四国九州じゃないじゃん、西日本ってことでいいか。いや、入れ方とかはないから全部入れちゃっていいんじゃないかな。後入れとかもあるんですけど、で、あ、ここに書いてある、今日ね、鶏の刺身食べてればね、明日豚肉をがっつり小麦と食べれたんです。で、お湯を、上の線って書いてあった、カップの上の段、こっちかな。おっと、なんかパチパチ言ってる、なんで。そういうことなの。ホテルグーグル4分タイマーで、あのホテルの時もあのチェックインの時に、あのおでこか、ここで測らせてくださいって言って、はいってデコを出して測ってもらい、36.1 とかだったかな、確か低いと思う。4分って待ってると長いよね、待ってないとっていうのなんだよね。してさ、はい、はい、金ちゃんラーメン食べよう。いただきます。今日まともにご飯食べてないですよね、コンビニでちょっと食べて、難しいね。あ、すごいいい匂い。いただきます。こうやって待った方がいいね。まだ早かった。でも出汁美味しいよ。金ちゃんラーメン初代社長は田中不一さん。全然金って入ってないじゃんと思ったら、小麦粉の金鶴なんだって。あー、金鶴っていう小麦粉を使ってるのか。小麦粉、スープが好き。わかった。見た目の、豚骨に似てる。怒られるかな。見た目よりスープが甘い。そんな感じでね、こちら、はい、金ちゃんラーメンの、鶏塩、ちょい辛パリタンの方を、1日のね、夜中に晩ご飯としていただきました。豚麺好きな人は好きだろうし、で、私は好きだし、美味しい。やっぱ出汁がね、いい。じゃあね、洗濯物を片付け、データ移行して、明日行くところ、あ、そう、明日行くところをね、実は、まあ、明日ね、言ってる通り、まあ、初詣行くんですけども、初詣、そう、どこ泊まるかがね、だからね、下に行くか、お土産に行っちゃうから悩むんですよ。ではまったりのんびりしながら、データ移行しながら、明日の予定を組みたいと思います。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタンの方もよろしくお願いします。よかったら次の動画もまた見てください。バイバイ。